二つ目のイデア。これを壊せばあと一つ。ところで副長、私をバディに選んでくれたけどどうして？そうでしょう、トモ。なら、しっかり活躍しないとね。二つ目のイデア。ところで、副長。最低。サディスト、変態、シスコン、細身、色白って嫌味じゃないのも混じっちゃった。期待に応えないように手短に格好よく片付けないとね。二つ目、強欲の契約者を保健室に並べるのも時間の問題。あれ、存外好き。コンプ感があっていい。ところで先輩、私を選んだ理由はなぜ？心強い。それってダジャレ？心だけに。この状況でその発言、ユニーク。レギオン。それじゃ、心してかかって。私は強い。心だけに。全米も思わず苦笑い。二つ目。ところです。皇帝、私は安心安全な女。でも旧寄宿舎、異界。二人きり、男女、人気のないところ。動機は、安心安全だから。会議。先輩は、こんなところに連れ込んで、安心安全、無力な後輩に、何をするつもり？なら、他の人から何かされるリスクを感じるの？いや、もうされたの。誰？伊達？信也君？私、とても気になる。バッドタイミング。大変遺憾。お邪魔虫は即刻除外。先輩、終わったら詳しい説明を欲する。二つ目のイデア。これを壊せばあと一つですね。でも強欲の契約者を倒した、その次は。あの、先輩はどうして俺をバディに選んだんですか？
ありがとうございます。武術も知識もユーゴさんやソラさんのおかげ。大切な人にもらったものを認めてもらえるのは嬉しいですね。ちゃんと期待に応えないといけませんね。二つ目のイデア、これを壊せ。でも、あの、弟、かわいい。弟かも可愛いもわからないんですけど。どういう風に振る舞えば先輩の期待に応えられますか。なあ、部長はどうして俺をバディに選んだんだ。そいつは光栄な子って。副長、てめえのことは嫌いじゃねえ。借りもある。しっかり背中は守ってやるよ。だがふぬけんじゃねえぞ。このまま肩を並べていられる保証はねえ。てめえのことはてめえでどうにかする覚悟と自信を持てよ。この先刃を交えるとしてもお互い全力じゃなきゃ胸を張り合えないだろう。行くぜ。これで二つ目か。あと一つ壊したら強欲の契約者は倒せる。そしたら次なあ、副長はどうして俺をバディに選んだんだ。俺を警戒してか。背中を任せるならふぬけたやつよりてめえみたいな考えのやつの方が面白いか。この先刃を交えるとしても敬意を持てるやつの方がいいからな。存分に刻んでやるよ。